待ちください。どれ。ガウバンと申します。シャドウスキルの従者を務める者にございます。そうか、貴公がシャドウスキルが命を懸けて育てているという弟、ブルガハン雷撃戦のブラックハウリングか。イバストラオ、お願いがあります。僕にカイン殿と戦う機会をお与えください。未熟は承知の上です。お願いいたします。ガウバン、言葉を交わすのは初めてだな。はい。カインよ、その方の思い上がり、この少年が正してくれるそうだ。なんだと。その方は王の首を狩ればその強さを証明できると思っているようだが、名もないバールの中にその方と拮抗する力を持つ者が存在するということを思い知るがよい。私の首などいつでも枯れる。私が見極め人を務めよう。ありがとうございます。この目は。いいだろう少年。いや、ブラックハウリング、この印とともに全力で戦おう。僕は友の心とともに戦う。クルダ流交殺法、英義の使い手ガウバン。クルダ流交殺法表に58代目セバール、ジーコとカインファランクスマイル。フォーリンクマイヤーブラズマタイザーが負に問う。答えよ、祖は何ぞ。我は聖水、清き水にて忌まわしき炎を葬る者なり。キヨ、行くわよ。あなたは絶対に死なせはしないわ。来る、フォローの右が。若造のバールごときに俺の踏み込みを見切れやす。来るぞ、迎え撃て。ダメだ、勝てない。
これがセバールの威力。三撃で終わりか。もう少し持つかと思ったが。三撃、そうか。まだ三発しか食らってないのに、もう立てないなんて。懐かしいな。母さん、母さんだ。父さんも。どうして僕を置いてっちゃったの？強くなったら、 G よりももっと強くなったらまた会える？立たなきゃ。無理をするな。俺の剣を三撃も受けているんだ。立とうとすれば地獄の苦しみを味わうことになるぞ。父さん、母さん、僕は強くなりたい。父さんたちを守れなかったのは僕が弱かったからだ。強くなりたい。強く。やめろ。もう勝負はついた。あと4撃だったのに惜しいことよ。反撃はそこまでか。脆いな。お前を見ていると、お前がこれまで戦った者たちがクズばかりだってことがよくわかる。なんだと？お前のその脆さが全てを物語っているぞ。あなたは確かに強い。でもあなたみたいな強さは欲しくない。負け惜しみとはみっともないな。そんなんじゃない。僕はあなたみたいに狂気に飲み込まれたりはしない。狂気に飲み込まれてか。本当の強さは精神の力、魂の力とでも言いたいのか。聞いた風な口を叩くな。己の力を信じ、極限まで突き詰めていった時、たどり着いたのがこの境地だった。この境地を狂気と呼びたければ呼ぶがいい。ここに踏み入ることを恐れていては、誠の牙を手にすることはできないのだ。恐れているからじゃない、間違っているから踏み入らないんだ。まるで分かってないな。お前だけではない。誰もが俺の進む道を理解しようとはせん。だがそれでいいのだ。理解できるわけがない。猿どもに人間の気持ちなど。そんなの思い上がりだ。セバール！獣の目か。何がおかしい。俺と同じ目をしている。お前は獣だ。闘争を狂気とする俺と同じ目だ。違う。お前は強くなりたがっている。俺のような強さを欲している。
違う、あなたの強さは間違っている。お前の目は最強を欲している。解き放て、お前の中の野獣を。あなたの言う最強はただの狂気だ。言ったはずだ、真の狂気こそ最強なのだと。